メイキャリのレナです。今私は東京の西新宿にいるのですが、今回は建物管理を中心に展開するダイワライフネクストのオフィスに潜入し、職場のリアルな雰囲気をお伝えしていきたいと思います。では早速潜入していきたいと思います。今回は採用担当の遠藤さんと岩間さんにオフィスをご紹介いただきたいと思います。ダイワライフネクストの岩間と申します。2020年新卒で入社して、今社会人4年目です。今新卒採用の担当をしております。ダイワライフネクスト採用担当の遠藤です。僕は中途転職で2022年に入社していて、前職では人材系の会社に勤めていたり、外資系の金融機関に勤めていました。お二人とも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。モチベーションオフィスに力を入れているということで、見させていただくのがとっても楽しみです。それでは早速潜入していきたいと思います。ではこちらへどうぞ。お願いします。はい、こちらはどういうフロアなんですか？こちらはですね、7階ダイワリビング株式会社との共同フロアになっています。会議室が全部で21部屋がありまして、最大で80名まで収容できるようなセミナールームも含めて設けています。こちらの空間はですね、イメージとしては街をテーマにしていて、屋内にいながら屋外の雰囲気も感じ取ることができるような開放的なイメージして行っております。こちらの廊下はですね、屋外を感じさせるような芝生デザインのフローリングになっています。各会議室についても、先ほど街をイメージしてるってお話ししたんですが、街中にあるような建物名前をそのまま会議室につけていて、時計から机から照明まで本当に細部にこだわってそれぞれデザインをしているような、そんな形になっています。では続いて下のフロアもちょっとご紹介していきたいと思います。はい、新宿事務所はかなり大規模な事務所ということもあって、シンボリックな事務所を目指して、あとはモチベーション高く働けるようなそういう事務所を目指して約1年ほどかけて移転した場所になってます。1年。もう一個のポイントがまさにこの内階段なんですけど、5階から7階まで全部つながってて、オフィス間の移動ができるようなそういう回遊性を持たせてるんですね。6階にしかないとか5階にしかないみたいな場所もあったりするので、なんかそういうものを通して部署間のコミュニケーションの活性化みたいなところをちょっと意図してこういう仕組み作られていたりします。はい、何かこうオフィス設計の意図とかってあるんですか？全体コンセプトは伸びやかにリラックスして働ける空間っていうことで作られてます。オフィスにいながら家にもいるような、そんな程よい安心感を感じてもらえるんじゃないかなと思ってます。全体も割とナチュラルな色を使ったりだとか、フローリングもグリーンで統一したりだとか、心身の健康促進みたいなところも考えられて実は作られています。確かに安心感ある空間ですね。あ、そうですよね。実は健康器具も一部置いてあったりするんです。おー、意識が高い。それでは実際に働いている方にインタビューをしていきたいと思います。ではちょっとあちらの方にお声掛けしてみます。こんにちは。こんにちは。今ちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。まず簡単に自己紹介をお願いします。2022年入社の田中瑞穂と申します。私はクラスプラスデザイン課に所属していまして、その中でのインターネットサービスの方を担当しております。2006年入社、小泉と申します。去年からクラスプラスに移動してきました。田中ちゃんがやってるインターネットだったり、あとは物販サービスといって浄水器のカートリッジだったり、宅配クリーニングだったり防災用品だったり、いろんなものを売っている部隊の、責任者を一応やらせていただいてます。お二人はこちらのオフィスは週にどれぐらい使われているんですか？私は週に 3,4 日ほどは出社していて、打ち合わせ対面でする機会がなければ今日はリモートでいいかなと思ってリモートにしたり、結構臨機応変に。リモートワークと出社っていうのは自分で決められるんですか？大体の打ち合わせは Zoom URL も共有されているので、本当に自分が好きな時に出社して好きな時にリモートしてます。新しくご入社された方は仕事を覚えるまでは、基本的には事務所に出ていただくっていうスタンスを取っていて、その教育担当の方とかは毎日出てもらってます。それに合わせて自分も週5で出てるっていう、そういう感じですね。私も去年入社したんですけど、その時は出社した方がやっぱりいろんな人に聞きに行きやすいですし、会社の人も覚えられるので出社するようにはしてました。お二人が作業する場所って決まっているんですか？僕はいつも来たらそこに座るっていうところがあります。私は普段は小泉さんの隣に座ったりしてるんですけど、あんまり話しかけてほしくないというか、集中したい時はこういったフリーアドレスの席使ったり。追いかけますけどね、離れて。
一緒にやりたいなすぐかまちょしてくるんであと集中ベースっていうすごい静かに集中できるスペースもあるので使い分けてます。気分転換になりそうですね、はい、結構いろんな人と交流が持てるかなというふうに思うんですけど、実際働いていてどうですか？何気ない時間の時にコミュニケーションを取って仲良くしておいて、例えば業務上何か対応が必要な時であったりとか、スムーズに対応ができるようになったので、フリーアドレスがあってすごい良かったなと思います。この動画を見ているのは就活生が多いんですけど、田中さんがご入社される際に何か不安とかってありましたか？人事の方としかお会いすることができなくって、キラキラしている人たちを集めているんだなっていうふうに思っていて、結構そこが本当にこの会社の雰囲気なのか、人事部だけのこのキラキラした雰囲気なのかっていうのが分かんなくて、そこはすごい不安に感じていました。どうやって解消していたんですか？他の部署の方の話聞かせてもらったりだとかして、会社の雰囲気を知るようにしてました。こういう課長みたいにキラキラしてる方がすごい多かったので。上司の方がこんなにキラキラしてらっしゃる、キラキラですもんね小泉さん自身は上司としてどんな風な心がけをしていますか？楽しく会社に来れるようにって思ってもらえるような働きかけをしています。月1回ぐらい、なんか座談会ではないですけど、本当にたわいもない話する時間も設けてくださって、小泉さんのことを知れたり私のことを知ってもらえたりしたので、小泉さんが上司でよかったなと思います。素敵田中さんは入社2年目ということですが、今後はどんな先輩になっていきたいですか？年齢も近いということもあって、一番相談しやすい存在になりたいですし、一緒に成長していきたいですね。なので背中を見て学べっていうよりかは、一緒に頑張ろうっていうスタンスでやっていきたいです。ちなみに小泉さんは今後の会社に対して何かこう企みだったりってあったりするんですか？企みってほど大げさじゃないですけど、自分が関わる人は本当に楽しく会社に来れるように、みんなハッピーでいてほしいし、そういうふうにみんなをできるようにしていきたいなと思ってます。それにこう数字が業績がついてきて、今いる課が部になったり、部が事業部になったり、組織がこうどんどん大きくできるようにしていきたいなというふうに思ってます。じゃあ最後に就活生メッセージをお願いします。私は大学卒業するときに、人生の夏休みと呼ばれる大学生活を終わることがすごい嫌だったんですけど、やっぱり社会人も悪くないです。楽しいのでぜひ頑張ってください。今この時代で言うと、1社目入ったところが良くなかったら2社目にすぐ行けばいいやっていう話もあると思うんですが、やっぱり1社目すごい大事だと思うので、ここだって思う会社に、思える会社に入って、プロの皆さんと一緒に仕事をして、本当に1社目でいい水を吸っていただければと思います。頑張ってください。ありがとうございました。以上、西新宿オフィスからお届けしました。続いて赤坂本社にも行ってきたいと思います。赤坂の本社にやってまいりました。引き続き岩間さんと遠藤さんにご案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速潜入していきましょう。お願いします。はい、お願いします。どうぞ。入って早速こちらのスペースが目に入ってきたんですけど、こちらは何のスペースなんですか？こちらはですね、ウェイティングエリアで、お客さんが待たれたりだとか、あとは社内の打ち合わせしたりだとかみたいなスペースになってます。はい、じゃちょっとせっかくなので。ありがとうございます。お願いします。この本かわいいですね。ありがとうございますじゃあこれうちの歴史だったりとか、あとは思いみたいなのがちょっとまとまってる本になってて、めくってみます。いいんですか？ぜひぜひ。お、音流れるんですねすごい絵が動いてて可愛い。想定外の出来事が起きてす。続いてメインスペースに案内していただきたいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。おー、めっちゃ綺麗ですねありがとうございますとっても綺麗な。こちらはどういうスペースなんですか？スタジオ機能付きの配信コワーキングスペースになっています。プロフェッショナルが集まってこの場で交流して対話する中で、次世代の暮らしの在り方を考え発信していくっていうところでこの場所は位置づけています。近年ですね、研修形態であったり働き方が大きく変わってきたことを受けて、より発信するっていう機能が求められてきたんですね。なのでこちらのスペースはスタジオ機能をメインにして配信コワーキングスペースとして作られました。スタジオ機能っていうのは具体的にはどんな風に使われているんですか？社内だったら全社のアワードだったりとか、総会をここで撮影してもう全国に生配信したりとか、あとは他企業の方々呼んでセミナーを行ったりとか、ヨガセミナーみたいなのをここでやったりとかみたいなこともありましたすごい、いろんな使われ方してるんですね。そうなんです、はい。
ここもまた別のスタジオに実はなってるんですね。明るい。完全防音なんですけど、中入ってみますか。あ、いいんですか。ありがとうございます。ミキサーがしっかり、すごい、なんか何の会社かって印象を持っちゃうぐらい。新卒のイベントここで配信したりだとか、あとは社内のお昼に新卒の子たちがなんかこう社内の今の現状だったりとかを配信するようなイベントもあって、そこもここでよく撮影が行われて。ちなみにこの文字って何ですか。あ、気になりますよね、はい、そうですよね。これ実は、私たちの会社で掲げている経営ビジョンで、リードネクスタイルって読むんですね。これネクストとスタイルが掛け合わさって、おー、それでネクスタイル、はい、ネクスタイルっていう形になってます。で、私たちがいる不動産管理業界って人々の生活の当たり前だったりとか社会インフラを支えるっていう、そういう仕事をしている業界なんですけど、今まさにそれこそアメリカでドローンの宅配がもう実用化されてたりだとか、そういうふうに私たちの生活でどんどん変化が起きていると思っていて、そういう世の中の変化に対応していくとか追随していくだけじゃなくって、その一歩先に行って私たち側から世の中に対して新しい価値観とか当たり前とかを提供する側になっていきたいっていうのがこのビジョンに込められている思いになってます。すごい、まさにもう未来をリードしている。あ、もう、はい、そうなんです。おっしゃる通りです。すごい大きなモニターですね。ですよね、はい、このステージって乗られる機会ってあるんですか。あ、でも意外とあって、役員に向けてうちのチームの取り組みプレゼンしたりとか、あとは、行政の方とか呼んだ時に私もちょっと司会としてやらせてもらって、その時もゴキブリだったんですけど、ここにいろんな方の、はい、お顔が映ってっていう使われ方。そうですね、とかここにあの資料がデカデカと映ったりとか、大規模なこういったスタジオ機能がついているオフィスってすごく珍しいかなというふうに思うんですけど、なんでこういう機能がついているんですか。スタートはダイワライフネクストだったりとか、あとは業界の課題感、あとは将来への展望みたいなのをもっともっと世の中に対して広めていきたいなっていう思いからスタートしてます。マンション未来価値研究所っていう、まあ、業界初のシンクタンクみたいなものをうちの会社で持ってたりするんですけど、あのそこの取り組みだったりとか上げているレポートとかもやっぱもっともっと広めていきたいんですね。そういう自分たちの行動だったりとか、まあ、会社の強みみたいなものをまずは認知してもらうところから始めていく必要がある。で、その上で、まあ、社員間の交流だったりとか社外との交流のここが拠点となることでもっともっと大きく広げていきたいっていう意味でスタジオ機能として持たせてます。スタジオ機能っていうだけあって発信っていうところをすごく大事にされているんですね。そうなんです。では最後に就活生メッセージをお願いいたします。今回の動画を通して少しでもうちの会社の雰囲気とかが伝わっていれば嬉しいなと思ってます。選考過程でもいらしていただく機会あると思うので、ぜひその際は遊びに来てください。本日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございます。この動画を見てダイワライフネクストが気になった方はぜひ概要欄から新卒ホームページのチェックをお願いします。待ってます。これやってみたかったんですよね。Thank you.